皆さんこんにちは、アイリです。今日はですね、久しぶりに料理動画を撮ろうと思います。今日はですね、メインはタケノコです。ちょうど1年前、本当にロードみたいなこと言っちゃうんですけど、ちょうど1年前にもタケノコの料理を紹介してるんですけど、先日 Vlog でも紹介したタケノコをね、掘ってきたので、そのタケノコを使って今日も料理をしていこうと思います。またみたいな感じですよね。1年ぶりにやる料理がまたタケノコっていうのも本当申し訳ないんですけど、でまた今回もね、もうベタなタケノコご飯と、あとタケノコの天ぷらとお吸い物を作っていこうと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。はい、例のごとく狭いですね。はい、こちらでやっていきます。まずはね、タケノコご飯から作っていきます。何でしたっけ、タケノコご飯用のタケノコを切っていきます。もう本当に適当ですね。ちょっとした薄切りで切っていきます。あー、もういろんなところいっちゃう。こんな感じでちょっと薄切りですね。このぐらいで良さそうだな。ちょっとじゃあ、ちょっとこの辺の端の方を切って、これは違うのに使おうかな。だったら全部入れちゃいなさいって感じかもしれないんですけど、こんな感じでタケノコを置いておきます。はい、では次に油揚げです。もう今日すごい簡単、タケノコと油揚げです。本当はね、人参とか椎茸とか鶏肉とか入れるともっとね、ゴージャスになるんですけど、今日はね、シンプルにタケノコと油揚げだけを使います。私はですね、もうすごく簡単なんですけど、こんな感じでキッチンペーパーでこう余分なね、油を取ります。でまた新しいので、感じで、あ、コクーンが帰ってきましたね。おかえり。はい、はい、では切っていきます。こんな感じで、これももう適当ですね。こんな感じでちょっと細めで、もうなんか太さも適当適当です。で、よし、油揚げも切りました。はい、今ですね、お米2合入れました。本当はね、30分ぐらい置いた方がいいんですけど、ちょっとだけ置きました。でもうすごい簡単で、本当だったらみりんとかね、お酒とかいろいろ入れて作るんですけど、もう最上級に簡単な感じで今日は作っていきます。発泡だし使います。そう、これをね、大さじ3杯入れます。ちょっとこれはね、ちょっと測りますよ。私、あ、水を入れます。ちょっとかき混ぜます。ちょっと馴染ませます。もう簡単すぎちゃってすいません、本当に。先ほどね、切った油揚げとかタケノコを入れます。こんな感じで炊いていきます。ではもう本当にあと簡単ですね。天ぷらとお吸い物を作るだけです。まずはお吸い物から作っていこうかな。先日カルディで購入したモヘジの出汁、そう、私の大好きなモヘジの出汁を入れます。もう出汁は本当に、なんだろう、その日の気分ですね。もうなんかいろんな出汁使います。でもあご出汁が基本は好きですね。温めていきます。はい、今出汁を取ってる間に天ぷら用のタケノコを切っていきます。こんな感じで、こんな感じで、ちょっと小さいけどこういう感じにしましょうかね。はい、これは天ぷら用ですね。さっきタケノコご飯で余ったタケノコですね。これはお吸い物用に薄切りしていきます。こんな感じで、あとはひたすら切っていくだけですね。あと、あのコクンの実家から新鮮な人参、取れたての人参をもらったので、今日はね、これを使って、これだけでかき揚げを作ります。かき揚げっていうとね、玉ねぎとかエビとかも入れたりするんだけど、この人参の美味しさがあるので、今日は人参だけのかき揚げも今日は作っていきます。で、これもすごい簡単です。あの、すります。これはもうただただすります。こんな感じでするだけですね。はい、こんな感じですりました。これはね、ちょっと置いておきます。で、ここちょっとだけ残ってる分を、またこれもね、お味噌汁用に切ります。こんな感じで、ちょっとだけお味噌汁用に。はい、次はちくわです。今日はね、ちくわの磯辺揚げも作ります。このぐらいでいいかな。あとはささみの天ぷらを作ります。コクンがささみの天ぷら好きなので、今日はささみにしました。あとはナスとかさつまいもとかもいいですよね。そう、今日はないんですけど、あと大葉も大好きです、私。そう、でも今日はあのタラの芽があるので、
サーロメで出汁パック取り出します。でここに私はいつもお酒をちょっと入れます。なんかお吸い物にちょっとお酒を入れた方がなんかなんだろうな、味が出るっていうのかな、まあこれ私の勝手なあの味覚なんですけど、ちょっと深みが出ますね。なのでちょっとお酒入れます。またちょっと沸騰させます。では天ぷらを作っていきます。天ぷらもね、私すごい適当、いつも使っているのはコツのいらない天ぷら粉。そう、コツがいらないんです。でこれをいつもは本当に適当にこのぐらい、まあ、測らずに入れちゃって、あとはなんか硬さを見ながらお水を入れます。あ、ちょっと沸騰してきましたね。まあ、見えてないんですけど、あの油の用意してます。はい、沸騰しておりますね。お酒のアルコールを飛ばすために沸騰させます。ちょっとずつ様子を見ながら混ぜます。こんな感じで、で足りなくなればまたちょっとずつ水足したり粉足したりしてやっていきます。はい、ではちょっと味見します。うん、OK。 具を入れます。あちょ、あちょちょ。はい、では次は天ぷらです。ちょっといい感じの温度になってきたので早速やっていきます。もうあとはただただひたすら揚げていくだけですね。あー、いいですね。あー、いい感じで来てます。あー、これは美味しそう。ありがとう、コクンが手伝いに来てくれた、ありがとう。あ、じゃあちょっとコクンにそこを任せよう、うん、今上がってきてるね。もういいと思う。ちょっと今タラの芽があることを忘れていたので急いでタラの芽やってます。残りのタケノコがこの先っぽが美味しいのね。はい、タラの芽いきます。じゃあ入れます。あの私の大好きなタラの芽ちゃん、いい感じに、うん、あー、いい感じ、美味しそう、美味しそう。わあ、ちょっと大きかったね、それ。なーにー、やっちまったな。ここは黙って、拾い食い。はい、次ささみいきます。コクンの大好きなささみ。いつもやるとこればっか食べてるよ。そう、ほんと。それ多分自分でも気づいてない。無意識、いつもさこればっかり食べててさ、ほんとささみ好きなんだなと思って。へー、でも私勝手にコクンが好きだと思ってた。コクンの大好きなささみ、自分でも気づいてなかったあ、食べてる。バレたよ。本当は今日ナスも買いたかったんだけど、ちょっと多いかなと思って今日やめたんだ。で、ここのちょっと余ったのを使ってここにですね、青のりをちょっと入れます。ちくわはね、磯辺揚げしていきます。ちくわは本当に最後の残りのでいいですね。で、ちょっとこれは混ぜて置いておいて、先に人参をやっていきます。先ほどの人参ですね、これはここに直接粉を入れます。お、炊き上がった。こんな感じで、なんか玉ねぎとかあるともう天ぷら粉だけでいいんだけど、ちょっと人参だけだと水分が足りないので、ちょっとだけ水を足しながらやっていきます。いつもだったら塩コショウとかもかき揚げ作るときに入れるんだけど、人参の美味しさをそのままいただきたいので今日は何も入れずにこのまま。じゃあいきます。良さそう。あ、こんな感じで、よいしょ、3つだね。で最後は磯辺揚げだね。じゃあ私洗い物やろうか。あ、すごい美味しそう。じゃあ入れますね。残り2つって感じかな、2つに分けとこう。磯辺揚げもたくさん食べるね、ここ。うん、やっちゃうよ。あ、ありがとう。うわ、すごいできちゃった。何？はい、炊き上がりました。オープン。あー、美味しそう。いいね、いい感じだね。よし、じゃあちょっと私もお吸い物やってくるね、うん、はい、ということで出来上がりました。こんな感じで天ぷらですね、天ぷらとたけのこご飯。はい、こんな感じでお料理を作りました。では食べたいと思います。くんさん召し上がれ。いただきます。おいしい。おいしい。まずはお吸い物から。うん、たけのこご飯どう？ツヤ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 。あ、ほんとだ、おいしそう。どう？お味はめちゃくちゃおいしい。おいしい、これ。おいしい。そう、まあ、ほっぽんだけだだけなんだけど、うん、はい、じゃあお好きな天ぷら。あ、磯辺揚げいきましたね。うまっ。
るし、タケノコもあるよ。やっぱりね、こうやって季節のものを味わうっていうのは大切ですね。旬のものを味わうっていうのは。美味しい。美味しい。もう本当ありがたいね。僕のところでね、いつも毎年タケノコとタラの芽がいただけるので。はい、ということで今日はこんな感じでお料理を作りました。美味しいって言ってもらえると嬉しいですね。はい、私もね、今撮りながらすごい食べたいから今からいただきたいと思います。ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。 Twitter、Instagram やっていますのでフォローお待ちしてます。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。あー、食べたい食べたい、いただきます。ちょっと薄いものからいただこう。はい、あー、いいお出汁。モヘジ美味しい。モヘジの出汁美味しい。食べよう食べよう。